out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best. Yeah, I will be the best. Life is just a game. I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. What up, it's your brother Incredible, and this is That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3, Episode 13. Let's dive into it and see what's popping off. Who's this? Oh, okay. この報告書を信じろというのか。 Well, 間違いありません。100名余りのクルセイダーズが大敗。 It's a whole different story. リムル様が聖人ヒナタに勝利。その結果、レベリオスはテンペストとの国交樹立に動き出しております。まあ、そう怒るな、アンリエッタ。よとて驚いておるのだ。バーンも笑わずにはやっておるんだろうさ。笑ってもいられないんじゃないかい？ガゼル王、魔王リムルはあなた様よりも強くなった可能性がある。これは脅威だよ。Everybody. 魔王に進化したのは脅威ではある。Just, first of all, why would you make an enemy of this man? わかっておる。あやつが世を裏切るとは思えん。どうなさるおつもりで。魔王就任のお披露目だと。リムルめ、一体何を考えておるのだ。It's cool, but like I said, he should be a little weary. Episode 61, Invitations for All Nations. 何か問題が。いや、お祭りだけじゃなくて、何度も国に足を運んでもらうには目玉になるようなイベントが必要だよね。ヨルマイルに舞踏大会のことを頼んだけどさ、それだと年に何度も開催できないと思うし、他にもこう毎日人を呼べるようなものが欲しいんだよな。なるほど。He can't do a theme park or something like that, but 騒がしいですな。何かあったのか？だからこの場所は私たちがシンクしたって言ってるわけ。そう言われましても、俺たちにはそれを認めることはできねえって。Remaris. ミルドの弟子で凄腕の建築士だ。リムル様に聞いてみますんで、勝手な真似をせずに待っていてほしいんですがね。やだ。だって私たち前の迷宮を放棄してこっちに来てるんだよ。あんた行く先はなく。I love Remaris. そう言われました。Did you just click it? あんた、そんな細かいこと言ってると、うちのベレッタが黙って。何やってるの？お前。あ、リムル、リムル。新しい木材を用意いたしましたわ。何をしているんですか、トレイニーさん。Why, great Riveru! I hope that they find you well! Different. Damiris, you are not bad. Explain, Beretta. Ah, of course, bad. That must be me then. Get her hand! ください。その考えが素晴らしいかどうかを置いておくとして、一体どこに引っ越すつもりなのでしょう。そしてその理由もお聞かせ願いますか。よくぞ聞いてくれたわ。ベレッタちゃん、ここって退屈じゃん。遊ぶものもないし、楽しみといったらゴーレムを作ることぐらいだし、人もめったに来ないじゃん。So you're bored.So you're bored. ですがラミリス様、それはリムル様に断られてしまいましたよね。ベレッタ、難しく考えすぎですわよ。リムル様は優しいお方。こんな。ああ。
refuse. I refuse. Beretta, you cheater. おい。ラミリス様は悪くないのです。そこの兵士がラミリス様にひどいことを言うので、私の魔法でちょっと眠ってもらっただけですわ。つまり、ここに小屋を建てようとして警備員に止められた。And the guard stopped you and you put him to sleep. You attack my guy. Oi.No. Tobira. Mekyu e no tobira ka. Kore wa kore de ari kamo. Well, he wanted something to pull all the people to Jiro, so. Oh, this is a very pretty place.魔物の国より私めに招待状が届きましてございます。まさか本当に魔王として認められるとは。まあそれは良いとして、今回こそは陛下を誘わないわけにいくまい。Okay, so he's her flunky. Well, he works for her, put it like that. 陛下、自分だけでそんな面白そうなところに出向いたの。いい身分だこと、さぞかし楽しかったのでしょうね。あ、しかも私の使者を名乗って勝手に国交樹立までして、そんな重要な件に関しては私が自分で言ってみたかった。 I would say she seems like a pretty good ruler. しかし陛下、あそこは紛れもない魔物の国、危険がないとも言い切れない場所へ陛下をお連れするわけにも。そんな面白い生き物がいるのならこの目で見てみたかったわ。まして誕生したばかりの魔王に立ち会うなんて、長く生きている私ですら経験したことないのよね。あなた、oh, she mad. 抜け駆けって知ってる？身内からこんな扱いをされるなんて、私はなんてかわいそうな皇帝なのでしょう。うらやまじゃない、けしからん話ではないか。You just said pleasures. それでどうするつもりなのかしら？どうと申されますと。ごまかすんだ。You may as well let it go, bro. 時にエラルド、吉田氏の店から取り寄せているスイーツだけど、最近急激にその品質が向上したのよね。その原因をご存知？吉田氏というと、イングラシア王国に店を構える菓子職人でしたか。それが一体？作詞と名高いあなたも姿勢には疎いのかしら。Because of Rimuru. 申し訳ございません。その吉田氏とリムル殿からの招待状とどのような関係が？なんだ、本当に知らないんだ。エリュンちゃんが以前お土産として買ってきてくれたんだけど、あなたはもらってなかったのね。おい。では教えてあげる。吉田氏はとある人物から材料を仕入れるようになったそうね。Well, obviously, Rimuru. 品質も向上したみたい。エリュンちゃんのお土産は、それはそれは美味しいケーキだったのよ。ケーキ。どうしてパパにはお土産ないの、エレンちゃん。Well, because she has her own things going on. 国の専属
どれだけお金を積んでも吉田氏はこの国に来てくれなかった。一体何をやってるんだ。What are you talking about? でもここ最近吉田氏が店を閉めると言い出したらしいのよ。支店を出すつもりなのか引っ越すつもりなのか、とにかく店がお休みの間にスイーツが食べられないのは大問題だと思わなくて。思いませんが。I'm not actually. That's not on my mind. あなたそんなことを言うわけ？エリュンちゃんはあそこのスイーツが大好物だったから、あれを簡単に手に入れられるようになったらちょくちょくうちに帰ってきてくれると。 So she gonna tease him with his daughter. 実際定期的なお茶会にはちゃんと参加してくれてるもの。Since he's so obsessed with his daughter. エレンちゃんが帰ったら報告するように命じていたのに。Now he's serious. でも私は金と権力に物を言わせてかなり有力な情報をつかんだのよ。聞きましょう。Oh, he's super serious. なんとびっくり。その引っ越し先と目されるのがあなたが出向いたテンペストなのよね。え？あなたあそこの国まで行って何をしていたの？は？ Eating a bunch of stuff and just living his best life. さすがはシロちゃんね。あの新作レシピまで完全に再現してるわよ。うん。あ、ではあのレシピというのは吉田氏の。あなたね。Because he was out here living, he wasn't even worried about being a diplomat anymore. I was thinking that you were going to be the one who was 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 going to be the one。となると、上げ足を取ろうと待ち構えている者たちに私を失脚させる口実を与えることになりかねない。それどころか、皇帝を亡き者にしようと考える不届き者が現れないとも限らない。心配しすぎよ、エラルドちゃん。Right, I'm pretty sure she can handle her own, bro. 小僧どもが何を考えようか、真に仇をなせるわけもなし。あの魔王リムルの方がよほど油断できない相手よ。Well, she got real serious right there in that moment. 油断できないと言いますと。リムルはここサリオンとの街道整備を簡単に引き受けたのでしょう。はい。今後の利用にあたっての通行税などの権利は要求されましたが。工事そのものは全て負担するとは。そこよ。その権利、それこそが莫大な富を生む。エラルドちゃん、私を見ればわかるでしょ。それは利権のことですな。あなたもまだまだね。私たちのような長命種はね、長期計画で利益を得ることを前提に計画を立てるものなの。 Right, you want to constantly make money. You don't want to make money and stop.魔王リムルが築いた街道を利用するための通行料、自分たちで街道を建設する費用、それを天秤にかけて判断しております。甘いわね。あの森を開拓するのは困難な事業だし、今まで行わなかったのはそれをする利がなかったからよ。でも今は南の広大な魔王領が魔王ミリムの支配地となったわ。 True. 圧倒的な武力を背景に繁栄を極めるわね。そして北西の西側諸国と北方の武装国家ドワルゴン、これらの国々の中継点となるのが新国家であるテンペストということ。Because he has a monopoly on that area right now. He's friends with all three surrounding places. 普通なら上出来の成果だわ。でもお相手は長命種、しかも魔王なのよ。永続的効果を発揮する条約を結ぶならもっと考えないとダメよ。だから80点。工事には私たちも協力すべきだった。少しでも協力したという実績があれば、They'd receive money. については交渉が楽になったでしょう。
私としたことが読み通せなかった。状況は変わる。それに気づいたまではいいけど、先入観にとらわれたままではダメね。それはそうと、正体への返事だったわね。スイーツの店の件もそうだし、街道の利権についてもそう。魔王リムルというのは人間社会を熟知している。元異世界人だったというのは疑いの余地もないけど、その知識と経験を最大限に利用できる力を得ている。 She's smart というのを差し引いてもとんでもない存在よね。英雄静江伊沢の弟子、グランドマスター勇気神楽坂や聖騎士団長日向坂口も西側諸国では権力者だけれど、魔王リムルには及ばないとなると。ということは参加しない手はないわね。 Nah, we gotta attend this party. For one, for making connections and to actually make a profit as we go forward with everything else. Because you gotta look at big picture. Don't be trying to butter me up. ご武器、闘技場の地下に避難用の空間を作ろうと考えているんだが可能か？幹部様方の力を基準に構造計算したとしても、部隊直下は安全ではありますまい。空洞があれば衝撃で地下まで崩れかねませんからな。ですが、少しずらせば問題ないかと。Oh, it's offshoot. なるほど。その地下に一つ扉を作りたい。扉ですか？ああ、重厚な感じにして石板でもはめ込むような分厚いもので頼む。その扉の先にも避難用の空間を用意するのですか？いや、その必要はない。It's for Ramirez, right? 扉。そうだろう、ラミリス。リムル、それってもしかして、もしかすると。ラミリスの力で地下迷宮、ダンジョンを作ってもらおうと思う。Ah, I'm so happy. そこに魔物を解き放って冒険者がそれに挑む。そうすれば毎日そこそこの人数を。Right, because there'll be rewards and they can level up. 闘技場の地下に。闘技場では新米冒険者への指導なんかも行えるだろうし、回復薬の販売店も出す予定だ。そこでラミリスがダンジョンを運営してくれたら、仕事帰りの冒険者たちが一杯引っ掛ける店なども繁盛しそうだしな。私が？俺たちは冒険者から利益を得て。Oh, she is super excited. さらには俺からお小遣いを得られるという寸法だ。ってことはですよ、ひょっとしてここに迷宮を作って住めるだけじゃなくて立派なお仕事までさせてもらえるって話。 Oh, she's so happy. 俺の話を受けてくれるならそうなるな。じゃあさ、じゃあさ、もしかして、もしかすると無職の引きこもりという I won't be unemployed shut in anymore. それはマジ。ただし、やってみないとどれくらい利益が出るかわからないけどな。必要経費を差し引いて、出た利益の2割がお前の取り分ってことでどうよ。それってどのくらいになりそうなのよさ。そうだな、1日1000人程度の冒険者が来るとして、お前の取り分は金貨2枚になればいい方じゃないか。うぇー、そぽよふぃ。あくまでも予想だし、行くかどうかわからないぞ。なんといっても人が来なきゃ意味がないしな。でもどうせ住み着くつもりだったのならお前に損はないんじゃないの。Oh, she's drooling and everything. もう無職だな、貧乏魔王だなとバカにされることもなくなるのね。よっぽど。It must have been hell for you.西門の外、街道の終わりにある広場を拡張して建設しようと思ってるんだが。なんでしょ、街の中にも空き地があったよね。あそこは今、獣人の皆さんが避難生活をしているんだよ。
仮設住宅が立ち並んでいるから闘技場の建設はちょっと Right, you don't want things to go awry. 囚人の方々を街の外に追いやるわけにもいきませんし、あの場所を開発するのはゲルド様が信徒の建設を終えた後になるかと。それならさ、私の迷宮の中に引っ越ししてもらったらどう？その区画を丸ごと移し替えできるからそんなに手間はかからないよ。Wow. それってどう？住んでいる方々も一緒に移せるんで？ね、迷宮内に移す前に本人から許可を取るのがダメだね。意思のない物体とかなら許可なく何でも移せちゃうよ。マジかよ。じゃあさ、獣人の皆さん以外に、I mean, I knew Ramirez was a demon lord and she had power, but that's legit. そうだよ、その通り。すごいな。ぶっちゃけ俺はお前に役立つ能力なんて皆無だと思っていたよ。おい。まあまあ、怒るなよラミリスちゃん。それより他に何ができるのか教えてくれ。素晴らしい。それなら一番心配だった安全面も問題ない。素晴らしい。Big ups to Ramirez, man.よろしく頼むぞラミリス君。え、任せておいてちょうだい。大船に乗った気でいたらいいよ。大船ね、どうでできてもいいけどね。 Okay, man, that was a good episode. I ain't mad at it. Oh, Ramirez, man. Okay, big ups, man. This is a pretty good episode, man. Basically, it was just Rimuru trying to figure out more stuff to go about, you know, making the city and the nation just a little bit better. And one of his things was, you know, the Colosseum that we learned about in episode 12. But this time he's going to have Ramirez run it because we get reintroduced to Ramirez again when she's trying to move to Tempest because, you know, she's tired of living in the dark dungeon because she's bored. No, well, it's a dungeon, her labyrinth or whatever. She's tired of living there secluded by herself because she's bored. So Beretta and Trini and Rimuris came to Tempest and, you know, built a small little house outside the skirts of Tempest and was like, ah, we want to live here now. You know, it's so much fun here. But long story short, we find out that she and Rimuru came to a conclusion and he's going to build like an underground labyrinth dungeon under the Colosseum that adventurers could partake in, and Ramirez is going to set it up as a dungeon and or a labyrinth dungeon, but she can also use her power. Now, we knew Ramirez was a demon lord, she had wonderful powers, but we never really saw her enact those powers, you know what I'm saying, like fully use them and what their actual capabilities are. Now, we didn't really get all of her powers because they kind of just showed us her talking to Rimuru outside the window. But one thing we know that she can do, she can move a massive amount of stuff or anything that doesn't have a consciousness in one fell swoop. So all the houses that the lycanthropes are living in that one area of Tempest, she can move it immediately like that and place it inside the dungeon if need be, or outside, or wherever she decides to want to move it, however her powers work. But she can move it instantly, and she can also move people, but she has to have their permission to do so as well. Big ups to Ramirez, man. That's what this episode was. It was that. We also got introduced to the Emperor of the Sorceress, Elmicia Elru Thalion. I think that's how you pronounce it. I'm not totally sure. But we finally got introduced to her, and old girl's dad is, you know, her direct subordinate, underling, whatever, take your pick. But where she kind of realized how things are progressing with Tempest and Rimuru, and she realized that Rimuru is actually an otherworlder. Now, a lot of people probably may have figured out, a lot of people really don't know, but from the ideas that he's bringing in, if you didn't know by now, you probably should, that he's an otherworlder. But we know Hinata knew, and there's a couple other people. Yuki knows because he told Yuki, if I'm not mistaken. And now she knows. You know, so big ups to her on that. You know, after realizing all the stuff that he's done inside of Tempest, she realized that he's an otherworlder. But she also realized that not going to Tempest is not an option because so many things are progressing forward and Rimuru is
I don't want to say taking people, but he's enticing people with better incentives to join Tempest, and he's also making connections with the three kingdoms or the three territories that are surrounding Tempest and the Jura Forest. So, like, there's a lot of moving pieces, and she was like, no, no, no. We have to get in on this for perpetuity so we can constantly make money. You know what I'm saying? So it's the political aspect in this season is huge, man, along with the fighting and everything, but we're getting a lot of political stuff as well. And I ain't mad at it, man. This episode was another banger, and I just had fun laughing at Ramirez the entire time. Let's dive into episode 14 and see what's popping off, because I'm telling you, man, every episode is just as good as the next. And even though we're not getting any action, it's still hitting it out the park. This word is incredible. Don't forget to smash like, Benji. You can't smash any more coming down below. Now be sure to respond to each and every one of them and subscribe. And remember that anime matters, anime is greatness, and anime is life. Peace out. Cause I've been working a lot. I think I deserve a shot. I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk. And if I keep going, I pray I'll be at the top.